三代目火影、封印したものとされたもの、お互いの魂が絡み合い憎しみ合って永遠に戦い続けるのじゃ、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。特にそんなことはないどころか、キュービと仲良くなってる奴までいた。中で会話してたような感じもないし多分脅しだよね。クラマとミナとは仲良くなってるからどうだろう。まあ仲のことなんてわかるわけないから、できるだけ怖がらせたかったんだな。というか敵対する者と一緒に封印されるんで本来は殺し合うのが普通。ミナともイレギュラー寄りなんだよな。戦い続けたところで兄者が残り二人を完封しちゃうと思うんですがそれは、オロチマルとやらが死んだ時点で、腕を使って死神を生贄に江戸転生し、術を解除させればいいだけだ。オロチマルの腕は多分、死神の腹の中ではオロチマルに変化していろいろな術を使ったりしてそう。永遠に戦ってればさらに強くなれるのでは？死神の中でずっと麻雀やってたとか言われる歴代火影。二年ちょい麻雀は飽きるな。うのもあるぞ猿。もっと何かありませんか。この両腕とじゃんけんでもしようぞ。いくら暇だって言っても何年にもわたって延々とボードゲームし続けるとなると、それはそれで発狂しそう。あのメンツなら無限に麻雀できるかもしれん。だって死神の腹に入ったのは、柱間と扉間と猿と港とキュービだけじゃん。こんなの絶対に火影会議になるじゃん。だからサスケがオロチマルに依頼して、下術、江戸天で火影会議を物理化させた。あの場にいたのクラマとオロチマルの腕以外身内だったからな。大丈夫？オロチマルの腕で遊んでない？仮にオロチマル様がまるっと封印されたところで、あ、どうもー、くらいのノリになるわそんなん。死神さんも化け物4人とペット1匹を胃袋に入れられて大変だな。港と闇のクラマ、三代目のじっちゃんと柱間、扉間、オロチマルの両手。12年くらいキュービと二人でいたらなんか先輩が三人来た。三代目はまあギリわからなくもないけど、初代二代目はなんで？ってなるな。柱間コンパクの研究できるな。卑劣様がサスケに使おうとした魂絡みの禁術は、この環境で開発された説ありそう。なんかようわからん死神が魂握ってる状況をヒントに、なんならザルが手伝ってそう。4人を江戸転生した時、柱間が港見て誰こいつ？ってなってたし個別の部屋みたいになってるのかな。多分封印する側とされる側のペアで部屋に入ってる感じ。はい2名様、うちペットの持ち込みはちょっと、今回だけですよ。はい3名様、どうで？港とクラマは死神の腹の中歴16年なんでさすがに暇だった。16年も一緒にいたら仲良くせざるを得んよな。キュービに至っては直接和解のきっかけになったの、ナルト側じゃなくてキュービだしな。外のクラマはめちゃくちゃ恨んでたのにな。あいつそもそもファッション人間嫌いなんで、うち派以外なら大体仲良くなれる説がある。港とキュービは十数年も何話してたんだよ。キュービと和解までこぎつけてるのでキュービの過去とか。キュービと港とか永遠に港がレスバ強くて煽ってきそうだし、サルと千住兄弟はもう3人で忍界対戦開いてそう。4代目とクラマのやりとりは見たかった。っていうか殺し合いしたとしても途中で飽きてなんならスッキリしそう。オロチマルの両腕と歴代火影が何年も争ってることに。オロチマル腕強すぎる。腕が火影と争うってなんだよ。オロチマルの腕だぞ。どの道不毛すぎて、もういいや、ってなりそう。会員の方法もちゃんと説得力あった。脳面で死神憑依させて切腹はすごく納得いく方法だった。本来なら死ぬし。腕だけ封印も発狂しそうな痛みがおまけについてたし、嫌がらせに良さそう。弟子じゃないの、ってなった。すまぬサルトビよ、世話をかけたな。でしんみりしたのに憎しみ合わず封印されてたのかよ。そもそも殺し合う意味ないじゃん。どうせ出られないし、少なくとも真術開発ができる死神ルーム。研究者的には中入ったら超楽しかったのでは。しかもサルトビ先生と一緒。オロチマルが穏やかになったのは、式封刃で魂の一部が三代目とずっと一緒だったから説。オロチマルは本当に三代目が好きだな。初代様と一緒の部屋なら木遁で適当に木を生やしてもらって、木造堀でもすれば時間潰せるな。卑劣様なら水のないところでも水カッターで切れるぞ。木遁で出した木を加工すれば大抵のカードゲームやボードゲームは作れるな。ボードゲームやカードゲーム作れるわ草、そっちは柱間が一番弱いんだろうなって確信がある。王国編ルールぞ、デュエル。卑劣様、この麻雀はわしが作った、それに合うルールも、三代目、出るか、二代目様考案の。五条脱衣麻雀。死神の腹の中がアミューズメントパークになってそうだな。港が封印術でクラマの半分と話し合ってた後に、他の火影も来たとしたらシュールすぎる。え、お前つなでと知り合いなの？もしかしたら、港とクラマの部屋、柱間と猿の分身一の部屋。
トビラムと猿の分身2の部屋、猿とオロチマルの腕の部屋、みたいな感じだったかもしれないし。死神、港様、クラマ様は井の前どうぞ、柱間様ご一行は大腸の前ご案内いたします。まあ多分同時に封印された者同士だろうね。火影たちみたいにある程度関係ある人ならともかく、知らない人が後から殺し合いの中に入ってきたら気まずいし、実際腹の中で殺し合ったら柱間が無双するだけだから意味がない。その通りだけどひでえ。成功したら初代の魂も封印できるんだからすごいよ死神さん。柱間と港は面識ないから、やっぱ一回の使用ごとに別の部屋になってるっぽい。会話してたら三代目にナルトがどんな生活を送ってたかね掘りは掘り聞きそうな四代目。え、一人暮らし？さすがに食事の工面とかはしてくれてたんですよね。毎食カップラーメン。港と他のほかげは面識がない。港とキュービはずっともになってる。って考えるとやはり個室か。じゃあ柱間と扉間と猿とオロチマルの両腕が同じ部屋か。麻雀できるな。異空間内での麻雀、黒ずくめの男が打てますか？ってふらりと来そうでダメ。オロチマル、感覚がないはずの指先から初の気配がするわね。それで時折発狂してたんだ。オロチマル振り込んで発狂してた説。友情大三元されるオロチマルを想像してしまった。オロチマルの腕にめっちゃ切り傷できてたのは、負けるたびに円弧詰めてたからなんだ。腕だけやってくるのシュールすぎる。オロチマルの腕と歴代ホカゲが対話してたなら、腕が本体に戻った瞬間頭の中すごいことになりそうだよね。腕と対話ってなんだよ。オロチマルの腕ならオロチマルくらいになるだろう。樹園から生えてくるような生き物だからな。超速麻雀とかやってそう、速攻でやらないと自分の番が飛ばされるようなの。飛来心すり替え。ズルはダメぞ。柱間、そういうのはやめんか扉間、扉間、兄者、今右手で複製してた灰を見せろ。二代目様はイカ様うまそう。させたらうまいけど、そもそもしなくても一番強そう。バレないようにイカ様するの楽しんでそう。麻雀だと柱間かもられそう。灰分身の術。飛来心麻雀とか楽しそう。灰にマーキングしておいて、誰かつもしたら入れ替えてチョンボにするのか。飛来心後瞬回回しの術。上がったところをチョンボにするの強すぎる。探知タイプ持ちと麻雀とかしたくない。復活した三代目の第一声が論。柱間賭けに弱いらしいし麻雀もクソ弱そう。む、ハイパイで三元パイが一枚ずつ揃っとる。これは第三元一直線じゃの、とかやるんかな。柱間はすぐ顔に出そう。上がれそうだとめっちゃそわそわし始める柱間。扉間、兄者、また木牌だからと複製したな。同じ本牌が5つもあるわけないだろ。柱間、お前こそ4代目と牌交換しとるじゃろ。港、待ってください。2代目とは牌の奪い合いはしていても交換はしてません。これがほかげ同士の対局。麻雀力は卑劣大なりイコール猿大なり港大なり柱間。こんなイメージ。だって孫娘が綱手だからね。絶対そういうの強くない。CPU 挙動のオロチマルの腕。だからオロチマルの腕を自立行動させるな。だってオロチマルだし、両腕だけでも麻雀はできるからな。だからって両腕が自立行動している前提で話すんじゃない。腕を蛇と考えれば、あれそうすると2匹来てるな。そろそろいいじゃんてんね。オロチマルはなんだかんだロマンチストだし、引きがいいと国士無双狙っちゃいそう。ジライアが雑魚手で早上がりするとか言うのやめろ。今日は歴代ホカゲと、麻雀で優勝していくことにするわね。ナルトのキャラが麻雀だのトランプに興じる絵面だけで面白そう。ところでこの影分身で一人トランプしてるナルトですが、いいですよね。扉間と港対策の猿の麻雀パイ影分身。盗んだ牌と同じの複製してター牌扱いにするんだよね。まああの4人だと柱間が一番麻雀弱いんだろうなとは思う。綱手にギャンブル教え込んだならそや柱間も弱いな。麻雀だとイザナミかけやすそうだなとか思った。そうか、考えてみればうちはオンリーのシャリンガン麻雀もあるわけか。嫌だよイザナギで都合のいい牌奪い合う麻雀なんて。イザナミだ。麻雀のために眼球一つ犠牲にしちゃダメだよ。だからこそ使う意味があるのだ。視力犠牲にするほどボードゲームに熱中するうちはの話でダメだった。でものめり込むときはそのくらいのめり込む人たちだからな。本編の人間関係しかり目玉焼きしかり。同じ捨て牌で一巡して、当たり牌を捨てるまで現実から逃れられないのか。振り込みをやり直すためイザナギ使うのはちょっと嫌すぎる。もう忍びの世界は戦争の代わりに麻雀で白黒決めればええんちゃうか。なんで忍界大麻雀になってるんだよ。でもこっちの方が平和的でよくない？封印術の話をしてるかと思ったら、いつの間にか麻雀の話になってた。三代目ホカゲ、封印したものとされたもの、お互いの魂が絡み合い憎しみ合って永遠に戦い続けるのじゃ、についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。